工作線は、京都府京都市左京区の京ブル、八瀬駅から京ブル、比叡駅に至る、京福電気鉄道のケーブルカー路線、叡山ケーブルと通称されている。叡山電鉄叡山本線、叡山ロープウェイとともに、京都市内から比叡山山頂へのルートを形成する。高低差は561メートルあり、ケーブルカーとしては日本最大である。平日は20分から30分間隔の運行で、所要時間は9分。土曜日、休日及び多客期には増便される。2006年12月より、叡山ロープウェイと共に冬季まで運休するようになった。ただし、1月1日から3日の正月三が日は、延暦寺への初詣客のために特別運行する。ほぼ同期間は、比叡山ドライブバスも運休するため、運休期間内に公共交通機関で比叡山を目指すには、大津川からのルートである、通年営業の坂本ケーブルを利用することになる。旅客用は毛型2両が在籍する。同型は1987年に武庫川車両工業で製造された。また、貨車としてケット101がある。ケーブル、八瀬駅ケーブル、比叡駅、叡山ケーブルロープウェイを楽しもう。車両紹介。京福電気鉄道。2021年5月18日閲覧。鉄道免許上下府、官報1922年11月11日、地方鉄道運輸開始、官報1925年12月26日2月10日、許可、鉄道譲渡許可、官報1942年2月17日。ありがとうございます。